2019年10月28日分です。柴犬男その2がこちらを見て私を待っていたかのように立っています。ずっと立っています。また目立つように黄色い服を着てますね。いつもが近くを飛びます。音があまり入ってませんね。近隣の騒音です。早送りします。航空機の騒音です。新たなジグザグ男です。最近来るようになりました。本日の車両通行台数は20台、航空機が2機でした。